皆さん新年明けましておめでとうございます。年が明けてね、少し経ってしまいましたけども、今年も KK ギターズをよろしくお願いいたします。で、新年一発目の動画はエリック・クラプトンの Tears in Heaven を解説していきたいと思います。この曲はね、クラプトンの代表曲で、とてもね人気の高い曲なんですけども、大きく4つのセクションでできている曲です。イントロ、A メロ、B メロ、C メロの4つですね。間奏もねあるんですけども、 A メロと同じコード進行してますので、この4セクションが弾ければ1曲通してね弾けると思います。で、この4つを、4回の動画に分けてね解説していきたいと思っています。で、初回の今回は、イントロです。イントロをね詳しく解説していきますので、ぜひとも動画を最後までご覧ください。では手元をアップにして解説していきます。どうぞ。ではイントロ一度弾いてみますね。まず右手なんですけども、右手はフィンガーピッキングなんですけども、親指と人差し指と中指、この3本だけでね演奏しますので、それをね頭に入れておいてください。じゃあまず出だしのフレーズですね、6弦の開放弦、これを右手親指で弾きます。で、その後2フレットにハンマリングをします。このハンマリングする指は何でもいいんですけどもね、僕はなんか中指の方がしっかり音が出るので、中指を使ってますけども、まあ、皆さんもいろいろ試してみてください。で、0、2と入った後、次の小節5弦開放弦につながります。これ一気にね弾いてしまった方がいいですね。で、このね入るタイミングなんですけども、この最初の6弦の0の音っていうのは4拍目の裏から入ってます。1小節ね4拍あったら、その最後のところですね、1等2等3等4等のところです。1等2等3等4と入ってますね。まあ出だしなんでね、別にこう4拍数える必要もないんですけども、曲の途中でもねこのこれが出てくるので、ちゃんとね4拍目の裏に来てるっていうのをね理解しておいた方がいいと思います。で、今これ5弦の0まで行った後、コードが A になるんですけども、 A をね押さえるんですが、A の押さえ方はこうねいろいろあるんですが、ここではもう人差し指でこうペチョッと押さえてしまった方がいいですね。上にねダイアグラムも出てますけども、そう押さえてみてください。まあ、ただこの4弦の2フレットは弾かないので、まあこの人差し指はこの2弦と3弦だけでも構わないと思います。まあ、僕はもう全部ね3箇所ともこうベチャッと押さえてしまってますけどもね。で、こう A を作った後、3弦を右手人差し指で弾いて、で次2弦を中指で弾きます。で、その後ねハンマリングプリングが入ってきます。この2弦の2フレットを弾いた後、3フレットにハンマリングをするんですが、これ指はね、まあ、中指でもいけますけども、薬指の方が余裕があっていいんじゃないですかね。ハンマリングで、そのハンマリングした薬指をまた引っ掛けて離してプリングですね。ここ半拍3連なんでね、一気にと言ってしまってください。で、その後3弦の2フレットにまた戻ります。これ右手人差し指でまた弾きます。このハンマリングプリングはね難しかったら最初これ抜いててもいいですよ。これ抜くとこうですね、5、3、2、3弦とね弾いてる状態なんでね、それでもねちゃんとリズムに乗ってれば大丈夫だと思います。はい。で、その後、E4G シャープっていうコードなんですが、これはねこういう形です。
これは普通の D コードがね、1フレット上がった状態ですね。これでコードが E になるんですけども、それでベースをこの親指の、ね、押さえて G シャープを押さえてる。このフォームも、まあ、こう1弦はね、弾かないんで、この1弦の中指はこうなくてもいいと思います。僕はなんかこのね、D フォームパッと作る方が押さえやすいんで作ってますけども、これなしでもいいと思います。あとまあ親指がね回らないっていう方もいるかもしれませんけども、そういう方はまあ中指でベースを押さえて、あと薬指と小指でこういうふうにね押さえるやり方もあるのでね、そういうのもいいと思います。まあ、親指使える方がね、楽なんですけどもね。でその状態で、ベースの6弦と3弦と2弦を同時に弾きます。もう基本的にはもうベースは親指で、3弦は人差し指、2弦は中指の担当ですんでね。で同時に弾いた後もう一回ベースを弾いて、その後2、3弦のコードを弾きます。で次に F シャープマイナーっていうコードなんですけども、ここはですね、まあ、こうフルフォームの F シャープマイナーを作るわけではなくて、でこの先のね A ねべちゃっと押さえてた形に、親指でこの6弦の2フレットを押さえれば、これでも F シャープマイナーの音が出せますんでね、こうやると楽じゃないでしょうか。でこれを4拍目の裏に入れますね。これねクラプトンのねアンプラウドのビデオを見ると、なぜかクラプトンここだけはこう人差し指で制覇をしてましたね。多分その方がやりやすいんでしょうね。まあ、あの制覇でもいいと思いますし、親指使える方は親指でもね、いってもいいんじゃないでしょうか。これがね、4拍目の裏なんで、ちょっと突っ込んで入るような形です。はい。で、その次の小節に、タイで伸びた後、1拍目の裏で、またベースで、2、3弦のコード、ベースですね。次に A 音 E ですけども、まあこれ A でベースが6弦の開放になるだけなんで、この親指開けるだけでね、もう A 音 E ができてますね。まあそういう意味でもね、F シャープマイナー親指使ってる方が楽ですね。で、次 D 音 F シャープ。これは普通の D に親指で6弦の2フレットの F シャープを押さえてます。これもね、1弦は弾かないんで、この中指はなくてもね、いいと思いますけどもね。で、同じくまたベースとコードを弾いて、ベース。で、2、3弦のコード、ベースですね。これ、まあ、パターンとしては、コード、ベース、コード、ベースっていうのが、ね、基本なんですが、一番最初のコード頭だけはベースも一緒に弾いてると思ってもらうとね。パターンがね理解しやすいんじゃないかなと思います。でその後この D4F シャープの親指を開けて6弦の開放にすると、もうこれでね E7sus4 っていうコードになってます。また、ベースと 2,3 弦のコードを弾いた後ベース、でここはもう一拍だけで、この薬指を置いておいて、この人差し指のこの3弦2フレットをグッと広げて1フレットに持ってくれば、これで E7 になります。ここはもう伸ばすだけです。ちょっと指ね開かないといけませんけどもね。で、また A コードですね。人差し指でペチャッと押さえてもらって、ここは1小節 A です。まあ、さっき言ったように最初だけコードとベースを弾いて、ベースコードベースパターンなんですけどもね。ただここの4拍目の裏にまた最初の出てきたこの6弦0か2のハンマリングが入ります。1等2等3等4で次の A メロの5弦開放につながっていくんですけども、ちょっとゆっくりつなげてみますね。
入ってきますんでね、これでイントロが完成です、いかがでしたでしょうか。じゃあね、練習頑張ってみてください。じゃあ次回ね、パート2のね、メールを解説していきたいと思いますので、そちらの方もね、楽しみにしておいてください。では